どうも、MT ピッコロです。今回ですね、登山で使うアクションカメラについての紹介を動画の方でしていきたいと思います。僕ら、普段GoPro だったりとか、あとは Osmo アクションだったりとかを使ってるんですけれども、今回ですね、こちら、Insta360、結構有名な360度カメラですね。こちらとちょっとご縁があってですね、今回ご紹介をさせていただくっていうような運びとなりました。では早速ですね、実際に撮影した動画をご覧になっていただければと思います。それでは実際の映像をどうぞ。おい、ミンピク、わかる？この俺の持ってる感やばいね。もう来た途端これだよ。すごいねすごくない？晴れちゃうんだよな。どっち向いた方がいい？この方がいい。ということでね、結構臨場感あふれる動画が撮れるというか、適当に撮影しておいても360度撮れてるんで、後になってこう好きな画角で編集できるっていうのもすごいいいなっていう。今見ていただいた動画は僕がちょっとこうあちこちこう動かしてみたりとか編集した動画なんですけど、 GoPro とか Osmo アクションとかだとこういちいちこう被写体をこう折ったりとか、ここを写したいなってこういう風にしなきゃいけないんですけど、あれってもうこう思って、うわーすごいなーって言ってると撮れちゃってるみたいな感じなんで、それすごい便利だなっていう風に思いました。見ていただいた動画はこのマウントですね、こう ネジでこう入れるような、こういうマウントでこう伸ばしてね、こういう風に持って撮ってたんですけど、まあ、他にもアクセサリーとかいろいろあって、インスタ360のこのつける場所はネジなんですよね。でクイックリリースマウントって言って、アクションカムをお使いの方だったら分かると思うんですけど、こういう、これ見えるかな、これ磁石でペチってなっちゃうな、こういうマウントにこうつけるっていうね、こういう風につけるっていうようなこうマウントも、まあ、これはオプションなんですけど、こうついてるんで、まあ、これをここのネジ穴にこう入れて、で、まあ、そういったマウントにもこうつけられるという風にももちろんできますし、あとですね、これすごい面白いなと思ったのが、これ持ってるじゃないですか、ここに、まあ、インスタ360までついてて、こう持ってるじゃないですか。この棒消えるんですよ。 AI 処理なのかな、持ってるのにこれ映んないみたいな、それすごいなと思いましたね。編集しててあれ棒映ってないみたいな、景色をこう邪魔しないというか、これもいいねっていうような機能だなと思いました。あとは、まあ、ちょっとアクセサリーのご紹介になるんですけど、例えばアクセサリーの使い方によってはドローンで撮影したみたいな動画もこう撮れるんですよね。まあ、今言った通り、まあ、この持ち手のこの部分っていうのは消えるんですよ。なんで、まあ、これも、アクセサリーであるんですけど、これねこれどうかな、この部屋でできるかな、ちょっとこれ一回つけてみますけど、これめっちゃ長い延長棒みたいなのあるんですよ、これ、ね、すごいよ結構これすごくないこんな長く。で、これまあ部屋だからできませんけど、これをこう上にこう持ち上げると、なんだろう、本当にドローンから撮影したみたいな映像とかも撮れるんですよね。で、まあもちろん棒映んないですし。ね、ちょっとそういったユニーク動画っていうの
これでこれをインスタ360を使って撮れたユニーク動画っていうのもちょっとご紹介したいと思います。それではちょっとまたまた改めて、実際の映像をご覧ください。はい、ということでね、すごくこうユニークな映像っていうのが映せるカメラだなっていうのが本当に素直な印象です。まあ、特徴的な機能としては 8K30fps 360度でシネマティックな動画撮影、すごいね。 5.7K60fps 4K100fps へー、選べるんだね。ミーモード 120fps による驚異的なスローモーションだって。すごくない？おめえに聞いてんだよ。あ、俺か。あ、喋ってよかった俺。俺もあれかと思った。AI 処理でなんか消えてたと思った。AI ジェスチャー&音声制御で直感的な操作。こう思ってて、こうやったりとかすると撮影開始とか、そういった機能。そう、ついてる。すげえじゃん。そうそう。音声制御もできるしね。手ブレ補正、360度水平維持。シングルレンズモードっていうのがあって、これ普段は360度なんで、この両方のカメラ、あのレンズが起動しているような状態なんですけど、これ片っぽだけにこうすることができて、まあそうすると本当に普段僕らが使ってる GoPro とか Osmo Action とかと同じような撮影の仕方がこうできたりとかっていうのももちろんできます。汎用性がね、凄まじく高いよね。ね、もちろん防水で、防水機能 10m、ね、僕らの印象としてはアクションカムの中でも突出してダイナミックな映像が撮れたりするのかなっていう、こう印象があって、これもアクセサリーになるんですけど、ユニコーンヘルメットマウント、かっこいい、うん、これこういうのがあって、うん、まあまあこういうことですよね。要はユニコーンってことはね、それでもってことか、こういうことですよね、うん、ヘルメットにね、こう装着してね、これでこう被ることによって、これであなたもユニコーン、ユニコーンこれであなたもユニコーンってことでね。はい、これカメラをつけないとただのユニコーンになります。戦国武将みたいになってる。まあこれを、ここカメラをね、これ普通逆じゃない？これつけてからこれつけない。確かに。まあこういう状態で、でこうちゃんと閉めてなかった。おちゃんと閉めないと。ね、ちゃんと閉めてね。こうかぶって。これでね、こうやって撮ることによって、またこれもね、めっちゃ迫力ある映像撮れるんですよ。ちょっとそちらもご覧になっていただきましょう。それでは、ユニコーン！おお、すごいね。足りないくぐりですよ。あ、あれが大砲用なんだ。あ、こっから上がるんだ。うん、見上がってるから気をつけろよ、マジで。
怖っ。って感じの動画が撮れてましたよね。かなり迫力満点に撮れます。やっぱり360度撮れてるんで、もうこう例えば切り立ったところなんかね、もう両方見えるんで超怖えみたいな感じの映像が、はい、迫力満点の映像がこう撮れてるかと思います。で、まあ、ここまで見ていただいて気づいた方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、音声もね結構しっかりこう拾うんですよね。音もねビヨーンとこう伸ばして遠くにあっても音を拾うみたいな、音声に関しても全然全く問題ないかなっていうような印象でした。細かいインスタ360の情報っていうのは概要欄の方に貼っておきますんで、まあ、そちらで興味持たれた方はですね、ぜひちょっと見ていただいて、インスタ360を主に使って撮った動画なんかもねあるんで、それはまた後ほど紹介動画とかではなく普通の動画として出したいなって思ってますんで、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。インスタ 360X4 これ結構汎用性の高い使い勝手のいいカメラだと思うんで、まあ、ちょっとアクションカムの購入とかをね考えてる方とかいらっしゃいましたら、まあ、ぜひこれも選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。結構いいです、結構いいですね。ということで、はい、それでは MD ピッコラがお送りするカメラ紹介動画でした。それでは皆さん、また次の案件でお会いしましょう。またねいつまで撮ってんだ長くね。長すぎてさ、棒が入んねん。気をつけろ。怖いね。気をつけて。大丈夫。これでね、こうやって撮ることによって、またこれもね、めっちゃ迫力ある映像撮れるんですよ。ちょっとそちらもご覧になっていただきましょう。それでは、ユニコーン